小引古墳でございます。リクエスト堂ね、ありましたね。行ってみましょうね。入れんのかな。入れんな。あれは木以来こんなやったっけ。木一本もないけど、これせっかくどっか、あれか、あそこやな、はい。桂木団と金剛団でございます。ここ、はい、うん、なんかやってやんのかね。来週ぐらいやな、はい、はい。見逃へんか。そこの光入らん、石室の中に光入らんように扉つけてくれ言われてつけてるんですけどね。ああ、そうですか、はい。石棺が2つ入っとると聞いてきたんだけど。ああ、まあ文化財担当してるから。ああ、はあ、すんまへん。ちょうど今工事してあるからね、見せてもらえるかね。石棺を見に来たんだけど、見れますか。今作業してますけど、いいですか。ちょっと上から、はい、あの古墳回っとんですわ。はい、枠越しなんですけども、今ちょっと作業してよかったら。この状態で2基って1基ですか、これ。いや、手前に1基で、奥もちょっと。ああ、2基って聞いたからね。あ、2基あるんですね。2つなんです。縦に2つ。これは天皇さん。ただそれだけの石棺持つって言ったらかなり難しいことは、はい、天皇さんじゃないんですか。思いますけどね、はい。誰か分かってないんですか。そうですね。本当？いろんなね、先生方はいろんな説は言ってはります。あ、いろんな説かな、はい。ここは柏原市になるんですよね。そうです。ギリギリもそのどこから飛鳥なんですか。そこから飛鳥越えたら飛鳥です。なるほどね、はい。飛鳥村で聞いたら分かりまへん言われてさ。あ、そうですか、うん。だって人気のあの石棺2つも入って、2基も入ってないとこなんか少ないからね。あ、そうですよね、うん。丸山古墳と丸山古墳もなんか2基入ってるらしいね。ちょっと入って、そっからちょっと、はいはい、ここで、はい、で丸山古墳も石室の中に2つ石棺入ってて、はい、ここの上山古墳は石室自体が2つ並んでるんです、はい。こういう部屋が2つあって、まあこの上山古墳はあのあれですか、水戸天皇陵ですか。水戸天皇が最初に初葬を、初葬かなっていうことで、これ飛鳥だけ一生懸命見とったらあかんな。ぜひ橿原ももっと見てください。ぜひ。これはもう今からこうなって中見えないんですか。あの引き戸を開けてもらって見れるようにしてるんです。第1個も出た、これ。扉をちょっと、扉をなんかちょっと開けて。回収してて、今引き戸がつくようにしてもらって。でそれを開けると見れるんですか。ただあの格子、格子ごとに。さっきみたいな見てもらうのはちょっと普段は無理です。ああ、ええとこ来たんやね、大変いい時に。これは方法やけど、お姉さんどういう方法になってんのこれ。先生方は言うてはるから。言うてはんの、ね、普通のも完全なあれですか、方法。方法です、これは。上山古墳は長方形なんです。長方形ね、あれね、はい。あの上山古墳はどうするんですか、と。あとね、公園部分の整備は終わったんで、今度あのちょっとしばらくまだかかりますけど、古墳自体の整備をこれからあのことになりますね。どこ？井西って言って、それはどこに？それも同じとこあるんですか？これも同じとこの2つの石室のうちの1個はこれ石の扉がつけてた、はい、あの古墳が、こんな扉があるのも他はなんかこんな石、こう、ね、穴が開いててこう片開きの扉つけて、そんな普通ないね、大概。ないですね。聞いたことない。で塞ぐようになるんで。この金塚古墳というのはどこにあるの？これはね、飛鳥これ。あの鬼のまな板とか。ほんでこれはどうするんですか、この後は、この後
あとはここもまたあの古墳の大きさがどこまでかとか分かるような形で、いずれはちょっとほんでやっぱりあのこうやって作るの、いやそこまであの、うん、ほんでその向こうに古墳があるって聞いたんやけど、あの今ここ、学校になってます、はいはい、学校の建物 の中に中って下っていうか、ね、あの発掘調査した時にあんな見られへんねんな。もう今はそうですね、小山田古墳って言って、小山田古墳、はい、ここはもうちょっと今は見れない。はい、勝負池古墳でございました。ありがとうございました。ちょっとね、担当者の方がたまたま来てあったんでね、長いこと長話したんだけど、紫外線を避けるためにね、ちょっと今工事されてたんでね、まあちょっとちらっと見せてくれたけど、はい、勝負これはい、勝負池古墳でございました。ありがとうございました。